年号が令和になり、ここ福岡博多の町は初めての大晦日を迎えました。そしてこちらではご主人の岡本忠さんが年越しのそば打ちで大忙しです。でもここはおそば屋さんではありません。自宅で大好きなそば打ちをされる岡本さんです。それでは大晦日のご夫婦の様子を覗いてみましょう。はじめにお二人の馴れ初めなどを当時の写真でご紹介します。ご主人は北海道のご出身で、22歳の時に大手製薬会社に就職され、2年後福岡支店に転勤されます。その当時同じ建物の医薬品の会社に勤められていたのが現在の奥様です。ご主人の一目惚れで1年間楽しいデートを重ねられ、昭和34年めでたくご結婚です。この年は皇太子様、美智子様のご成婚の年でもあります。その後高松や仙台などに転勤され、楽しい思い出をたくさん作られます。ご主人39歳の時、腰痛で体調を崩されますが、60歳福岡支店を最後に皆さんに惜しまれながら、そしてご家族からも感謝をされながら勇退をされます。80歳の時には素敵な生前葬をされ、立派に成長された3人のお嬢さん、そしてお孫さんたちに囲まれています。現在は長女のご家族とご一緒に過ごされています。岡本さんのそば打ち歴は16年です。福岡といえばおそばよりもうどんという印象ですが、岡本さんはどうしてそば打ちに魅せられたのでしょうか。岡本さん60歳の時、大分県の湯布院に定年退職のお祝いにと家族で旅行され、偶然老舗のそば屋さんでそば打ちを体験されました。そばの魅力との出会いだったんですね。そして70歳の時に半年間プロの方のそば打ち教室に通われ、4年後にはそば打ちの魅力を伝えようと長そばの会まで作ってしまいました。現在長住など4つの公民館でボランティアによるそば打ち教室を開かれています。はじめは20名だった会員も、現在では80名に増えました。皆さん、毎月1回の集まりが待ち遠しく、当日は楽しい会話を交わしながらそば打ちに励まれています。厳しいです。でもしっかり教えてくれますし、健康づくりとかそういうのにはとても役立ってます。そばは楽しいです。岡本さんはこの他にも地域の高齢者施設や外国人の方などを対象にそば打ち教室を開かれ、これまで福岡市長から3回表彰を受けられています。岡本さんご夫妻は今年めでたく結婚60年を迎えられます。奥様の愛子さんも素晴らしい趣味をお持ちです。奥様は福岡のご出身で、今は亡き弁護士であったお父様の影響でしょうか、小さい頃から書道が大好きで、小学生の時には夢中になって新聞紙に書かれていたそうです。39歳の時に全国屈指の書道会に入会され、書道歴は44年になります。この間全国合同の練成会にも参加され、
ご主人が高松に赴任の時は、四国新聞社主催の書道展で表彰を受けられます。そして55歳で見事師範になられます。奥様はご主人の退職を機に、ご自宅で毎週木曜日、午前と夜の2回、書道教室を開かれています。生徒さんは約10名で、古典を大切にしながら、かな、そして漢字にチャレンジされ、4人の方が師範になられています。先生はとても優しくてですね、いつも手取り足取り教えていただいております。おかげさまで、私は書道を始めて8年になりますが、今年の4月、師範になることができました。誠に感謝しております。そして、福岡県美術展では、今年2回目となる表彰を受けられています。お二人のそば打ち、そして書道も完成を迎えそうです。ご主人は、美味しい年越しそばをお友達の皆さんに食べていただこうと、朝早くから約5時間かけて140食分を打たれています。新しき年の初めの初春の今日降る雪の癒しけよごと。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そばは家族に喜ばれますし、友達にあげて喜ばれますし、それからボランティアとか教室でそば打ちをして喜ばれますので、それが自分のそば打ちの励みになっていると思います。で、そばは立って打ちますんで、結構長い時間が経ちますから、それが自分の健康づくりにも役立っていると思います。あまり病気をしませんので、書道は無心にして、集中して書きます。それで、とても書き終わった後はもう達成感があります。とても終わりはすがすがしい気持ちになります。今年もご主人の年越しそばを楽しみに大勢の皆さんが来られます。はい。浜村さんは岡本さんの手打ちそばのファン第1号で、最も古いお仲間の一人です。そばつゆです。じゃあいいお年を迎えください。お世話になりました、はい、こちらこそ先生の方のいいお年を。ありがとうございます。今年もあと4時間で除夜の鐘です。1年間終わりましたね、はい、今日はもう本当お疲れ様でした。1年間ご苦労さんでした。お疲れ様でした。年越しそばをいただきましょう。今年嬉しかったのはホークスが2連覇してくれたこと。嬉しかったね。もうダメかと思ってましたけれども、福岡の住民としては2連覇してくれたことは大変嬉しかった。長い間書道いたしまして、座っておりましたので膝が悪くなりまして、今年の4月に人工関節をいたしまして、でそれからすごく調子が良くて、今からも頑張りたいと思っております。あなた LINE が来ましたよ。どれ。あ、一緒に食べてる。友達もよく食べてるね、お蕎麦が好きなんやね。うん、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 今年も美味しい年越しそばをいただいています。岡本ご夫妻、どうぞ良いお年をお迎えください。お互いに、私は書道、主人はそばと違うことを行っておりますけど、好きなことをできるのは幸せで、とてもありがたいと思っております。これからも少し横見はいたしますけれども、前を向いて一緒に歩いていけたらいいなと思っております。